よいしょ。マリンちゃん先生の工作タイム。イエーイ。うい。うい。はい、皆さんこんにちは。はい、今日はですね、今から、マリンちゃん先生の工作タイム、金メダルを作ろうのパート3の撮影を、していきたいと思います。はい、パート1では、ちょっと今ね、2階の部屋にちょっと物は置いてあるんですけれども土台、金メダルの土台作りですね。工作用紙を丸く切ったやつ2枚にリボンを挟んでのり付けをするという工程をパート1ではしました。で、次パート2ではそのできた土台に金色の折り紙を貼って、はい、金メダルらしく形を、作りました。で、のり付けをして、乾かしますということでしたね。で、いよいよパート3ということで今からやっていきたいと思いますけれども、パート3は何をするかというと、ただのね、金色だけやったらちょっと寂しいかなと思うので、ちょっとアンパンマンの絵でも可愛らしく描いてみようかなと思います。これね、丸い形ですのでね、この丸い形を生かしてという言いましょうかね。こんな感じで。で、その材料なんですけれども、これまずは、これですね。これですねって言っても分からんわ、ボケって感じだな。はい、白画用紙ですね。白画用紙を、何を使って、で丸を描いたかと言いますと、このようなこれちょっと大きさちゃうかもしれないんですけど、だいたい一緒かな。このテープのね、使い終わったこのセロテープの土台をこう当てて、でぐるーっと鉛筆で円を描いて、でハサミで切りました。こんな感じですね。でこっち側にちょっと鉛筆のあとがついてるので、こっちに絵を描いていくことにしましょう。はい。ということで、まあ、2分経ったもんだな。鉛筆ここあったっけ？よいしょ。なんか色の濃い鉛筆があったな。まあいいや。はい。じゃあ、ちょっと下書きをパート3ではしていきたいと思います。こんな感じかな、だいたい。まあ、マイナーなことながらですね、はい、もう言われる前に、スポーツカレーの前に言うとこうかなと思うんですけど、私、下手くそですのでね、本当に下手くそですので、あんまり期待はせんといてくださいね。で、それ、アンパンマンちゃうやんっていうのが出来上がるかもしれんし、その辺はね、ちょっともう、お許しいただければありがたいなぁと思いますけれども。まあ、アンパンマン描くのこれで何回目？ 3 回目ぐらいやから、前よりマシになったかな。で、この目がこんな感じで、たらそこに、ここにまず鼻みたいなのがあって、大きさ合ってねえな。
こんな感じ。うん、まあこんな感じかな。ちょっと待ってや。ちょっと待って、ちょっと見てみよう。あ、よかった。ちょっと待って、なんか鼻みたいなやつがもうちょっと下すぎたな。消えるかなこれ、うまく。ではこれでいいんやけど、このもうちょっと上に書かなあかんかったか、この辺りかな、この辺りに。で、口が可愛く。こんな感じかな。うん。で、こんな感じかな。目の位置がおかしいとか、ちょっと待ってよ。難しいな、意外と。ああ、うん。いいかな、こんなんで。ちょっと、これだと目の位置が今度は、ちょっと、いけてないですね。ちょっと上の方に、ここだから。で、ちょっとつまんかな。ちょっと。一方で、目が、こんな感じかな。もう7分になるな、撮影時間が。目がちょっと離れすぎてんな。ちょっと待って、難しい、意外と難しい。ちょっとな、これ、はい、見てる人めっちゃつまらんと思いますので、もう眠たいわっていう方は飛ばしていただいて結構ですのでね。はい、まあ、凛ちゃん先生の格闘シーンをね、ご覧になりたい方はそのまま見ていただければいいかなと思いますけれども、こんな感じかな。で、目がもうちょっと大きく描かなあかん。はい、うん、その目の位置が分かんのか。ちょっと、これ真ん中にさ、しっくりこない、なんか汚くなってきちゃった。これはこうやったらさ、もうちょっと真ん中に寄せな。うん、こんな感じかな。ということで、はい、下書きをなんとか、うん、できたかな。
はい、というわけで、はい、では、まあ、パート3の撮影はじゃあこの辺で終わりにしたいと思います。ちょっとね長くなってしまいましたが、はい、こんな感じです。ではまた次の工程で。はい、こんな感じ。ああ、下手くそだ。